と一発、毎日が本番、始まりました。今日は6月17水曜日、始まりました。昨日の回ですね、平井とんかつパンパン、皆さんに見てもらえて、俺のね、気持ちみたいなバイブスが伝わったと思います。なんで僕が今やってることっていうのは昨日の回を見てもらえばわかるんで、昨日の方もチェックお願いします。お願いします。なんかね、口が動かないんだね今。なんでかっていうとね、昨日ね、あのね、新小岩のね、海山ってラーメン屋行ったんだよね。やっぱ海山はネギラーメンうまくて、でネギと、で俺ちょっとニンニクも入れちゃって、もう本当に今口がマジで海山超回んねえの。朝からごめんなさい本当に。いや、まあだけど行きますよ。あ、いや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 、行きますよ。昨日ね、営業自体はとんかつパパはまあまあ調子良くていいぞと、よしこの駅で行くぞって思って、で全部の集計なんか終わらせた時に、母親の市川で鶴屋食堂を営んでる母親の秀子から電話があったんですね。あなた最近伝票とか家に持ってこないけどどうなの、大丈夫、給付金だとかそういうのはちゃんとやってんのっていう、母親からの電話があったんですね。で母親はボソッと昨日のその売り上げをですね、母親は鶴屋の売り上げをですね、ボソッと言ったんですよね。忙しかったーと、鶴屋食堂、お母さん一人だもんつって、でその売り上げた額がですね一緒だったんですよね。でそうなった時にあーと思って、もうため息だよね。自分の中ではやったなみたいな、とんかつパンパン、とんかつたくさん売れたなって思って、ふんふんって思ってたらね、親から電話かかってきて、お母さんこんぐらい今日ね売り上げたんだけどみたいな、大変だったみたいな。俺の中でも昨日まあまあ二人でやって大変だったみたいな感じだったんだけどね、母親それ一人でやって大変だったって、年40歳ぐらい上だからね。え、なん、どういうこと、え、俺が40歳だから40歳上だよね。40、そうだよね。え ?40? え、俺の40個上ってこと、え、お母さん何だ、73歳くらいか。ちょっと計算ができなくなっちゃったんだけど、まあやっぱり、思うんだけど、自分の中には、まあ、超えられない壁というか、憧れというか、もう、頂上だよね。頂上が、俺の中には4人いて、四天王と呼んでんだけど、自分が今店やってたら、ライバルっていうのは近くに作んなくていいと思う。ライバルっていう店を作ると、なんであそこ売れてんだよ、ムカつくなとか。で、そこに行ったお客さんとかにも、なんであっちばっか、あっち2回でこっち1回なんだよ、おいみたいなとか、なんかライバルに対しての思いってなんか変な方向に向いちゃうから、ライバルって実は持たなくてよくて、ライバル持つなら 99% 自分だよ。お前に勝つしかねえんだ、これやっちまったな、本当なんだこれ。ライバルは作らなくていいっす、ライバル作らなくていい。でライバル 99% ほぼ自分、だから自分だもん絶対。でそこは置いといて、で四天王の話、四天王の話は今度一人ずつ1話ずつやっていこうと思ってるんだけど、俺が超えられないというか憧れ、こうなればいいっていう。1つ目、1店舗目は、目黒にある鳥しけです。で2店舗目、錦糸町にある、中本蒙古タンメンですね。そして3つ目、市川市にある鶴屋食堂です。母親秀子がやってる店です。間違いないでしょう、絶対に。そして4つ目は、元谷田にあるサイラーメン屋ですね。ご無沙汰してます。
この4店舗に関しては第1章、2章、3章、4章みたいな感じでその何がすげえかっていうのを話すんで、それもまた置いといて、今日はライバルは自分だぜって、自分に負けるな、ほんとそう。この憧れの人たちはもう憧れで置いといて、でどういう気持ちでいるかというと、この四天王がもしも俺の店に来ることがあるかもしれない、その時に自分が超かっこいいパフォーマンスしてたいじゃん、その四天王にかっこいいとこ見せたいじゃん、だからだけどその四天王はいつ来るかわからない、だから毎日が勝負なんですよ、毎日が本番なんです。その四天王が来た時にダセって思われないために、毎日いつ来るかわかんない四天王のために頑張るんです。それはやっぱり自分との戦いになるから、ここは本当にライバルは近くの店とかに作るな、俺いないからライバル、亀戸にライバルはいないね、うん、いないいないいない、平井にはね、とんかつ屋、まあ駅前な、改札渡って2秒の和光だろ、そこぐらいだよ、あとはライバルではない、敵でもない、リスペクトしてますよ。だけどここの4つな、自分の中でもいいんだよ、あの人、まあ飲食店やってない人でもいいんだけど、が来た時にお前かっ飛ばせんのかよ、お前ダセーとか見せないですっげえいい店だねって言わせることができるのかっていうことをちょっと話したかったな、まあとりあえずね、水曜は定休、味は一級、この道始めて45年、市川市の釣り屋食堂ひで子はやばい、マジでやばい、そんな感じで本日も後藤一発、毎日が本番からのじゃんけんいっちゃう、じゃんけんいっちゃう、後藤一発じゃんけん、一発じゃんけん、じゃんけん、ブーザンだろ、後藤